オーシャントランス株式会社は日本の海運会社である。本社を東京都中央区に本店を徳島県徳島市に置き、火客フェリーを運行するフェリー事業部、在来線、ローロー線を運行する内航事業部のほか、新規事業として外航事業部を設けている。2008年にオーシャニ東旧フェリー株式会社と 王子海運株式会社が対等合併して発足した。なお、フェリー事業部では、オーシャン東9フェリーの故障をサービス名として継続使用している。府、現在のフェリー事業部、内、現在の内航事業部に関する内容。フェリービザン徳島港前述の通り、フェリー事業部のサービス名として、オーシャン東9フェリーを商標登録しており、 名称を引き続き使用している。フェリー事業部の航路フェリー事業部の船舶船石港は本店の所在地となる徳島港となる。また航行区域はすべて宴会である。2015年には2016年8月までに再起重工業にて4隻のフェリー新造予定が公表され、二等寝台の多個室数を増やしつつ、 自動販売機のみによる強食とした形とした、シンプルフェリーとして2種類あった船型が統一された。現在就航中の船舶オーシャン、イーストヒクシンモジコーオーシャンノース東京港、合併後に内航事業部となった王子海運は、1977年1月に、神崎製紙と三岡工場の海上物流を担う、神崎海湯として設立し、 神崎製紙と王子製紙が合併後の1999年に王子海運になった。自社船2隻と洋船などを合わせ12隻で紙輸送や原材料の輸送を行っている。内航事業部の主な航路内航事業部の主な船舶2009年に資本参加した東海商船の木材チップ船洋船を2011年4月より定期洋船し外航事業を開始した。 オーシャントランスでは、主たる事業である、内航事業の需要が減少することを見込み、今後は、外航事業を拡大するとしている。外航事業部の船舶東海商船の船舶を、要船している。ABCDF オーシャントランス株式会社第50期決算広告、世界の感染1972年8月号、オーシャン東急フェリー、ISM コード取得。 フェリー、旅客船事業者で2社目日本海事新聞2004年12月17日、カジュアルフェリーの食事方法が変わりました2008年9月12日時点の、公式サイトトップページよくあるご質問、オーシャン東急フェリー、連結市会社の合併に関する、お知らせ王子制市船内の、冷凍食品メニュー変更のお知らせ、オーシャントランスフェリー事業部、オーシャン。 イーストの船底接触事故についてオーシャン東9フェリー徳島港フェリーターミナル落成式フェリービザン発入公式徳島県 ABC オーシャントランスフェリー事業部運行スケジュール平成27年11月27日オーシャントランス東急フェリー新造船大型から来月22日就航徳島新聞2015年11月11日長官オーシャントランス 組織変更ウェブ。クルーズ出願番号、小願い2008から6760、大型カーフェリー浸水小中学生ら900人、完成、大分毎日新聞 ABC、新造船紹介オーシャン東9フェリーのカーフェリー、フェリービザン世界の観戦2016年3月号、ABCD、鉄道。 運行機構だより平成28年夏季号、オーシャントランスフェリー事業部運行スケジュール平成28年3月29日、オーシャントランスハット AB オーシャントランスフェリー事業部、運行スケジュール平成28年5月27日、オーシャントランス、オーシャントランスフェリー事業部運行スケジュール平成28年7月28日、 オーシャントランス2016年5月6月運行スケジュール、オーシャントランスフェリー事業運行スケジュール平成28年9月29日、オーシャントランス社長挨拶、オーシャントランス会社遠隔東海商船。ありがとうございます。